清掃大王は大韓民国海軍の駆逐艦。清掃大王級駆逐艦の一番艦。官米は李氏朝鮮の国王清掃に由来する。清掃大王は KDX-3EGIS システム搭載型七千六百トン級駆逐艦として現代重工業で建造され、二千六年五月20日寄港、二千七年五月二十五日浸水、二千八年十二月二十二日に、 釜山海軍作戦基地にて収益した後に作戦配備された。2010年7月に行われた艦隊平用合同演習に潜水艦 SS-0712 億機と共に参加する。この帰国途上の8月12日、宮城県近海山沖東方約880キロで製造大王の水兵が異出血を起こした。韓国大使館経由で日本政府に救助を要請し、 海上自衛隊の救難飛行艇 US-1 が厚木航空基地から発進し水兵を無事救助した。2012年12月北朝鮮によるミサイル発射実験に対応して韓国海軍保有の全員イージュス艦が出動し不足の事態に備える。同月12日ミサイルは発射され DDG-992 クリア理事とともに 公開上空を飛翔するミサイルの軌跡を探知した。さらに、同日午前、清掃大王は、変山半島の西方約 160km の海上で、ミサイルの残骸を発見し、潜水艦救難艦 ASR-21 キオミチンがこれの回収に向かった。2016年7月、リムパックに参加。スタンダードミサイルの発射訓練を行ったが、 手動モードで発射した一発が不発となり、後日、国会国防委員会所属の国会議員から追及を受けた。2019年8月25日から26日、韓国軍が竹島周辺で行った東海領土守護訓練に参加。同海域の軍事訓練でイージス艦が参加したケースは初。ありがとうございます。